定期観光バスは大都市や観光地をバス事業者が設定したコースで巡るバス旅行である。バスターミナルをはじめ空港やターミナル駅、ホテルを始発点に3から8時間程度の日帰りコースが組まれ、一人でも気軽に利用できる。主に地域の公営交通事業者や大手バス事業者が運行することが多く、ハトバスや名古屋遊覧バスのように定期観光バスを 事業の中心に据える事業者もある。地域の名所や継承地をめぐる路線定期運行の乗り合いバス、すなわち路線バスである。なお、観光地の路線バスでは、駅やバスターミナルを起終点に観光地やホテルをめぐる観光周遊バスも存在するが、バスガイドや添乗員が乗務、引率しないため異なる存在である。車窓から見る場所とバスを降りて入場する場所に対別され、 様々な見学地が設定される。日中の後から6時間以上のコースや夜のコースでは、食事、または喫茶、軽食付きとなることがある。地域やコースによって内容は様々で、食事をメインにしたコースもある。乗務員や添乗員は、ベッドに用意された専用メニューの場合もあれば、参加者と一緒に同じ料理を食べることもある。傾向としては、下記の事例が挙げられるが、 これらの条件が組み合わさることもある。自由職として指定店舗のクーポンや優待割引券を配布し、参加者の自己負担で任意の店舗を選んでもらう場合や、単に食事休憩時間とする場合もある。乗客が支払う金額には、以下の運賃や料金が含まれる。なお、路線や事業者により、諸経費を運賃に含めている場合と、諸経費と運賃を別にしている場合がある。 校舎の場合、乗車の際に、運賃の他に諸経費を支払うことになる。基本的に観光バスが使われるが、専用車として2階建てバスやボンネットバス、輸入車などが採用され、特定のコースに投入することで差別化を図ることも、ある。また、事業者によっては、上空の視界を楽しむことができるオープントップバスや、山岳地や都市部では、環境保護のために、 ハイブリッド車を導入する例などもある。この他、路線バス車両を予備車として、あるいは路線の前仕様で配置している事業者もある。九州参考バスでは、過去に夜行高速バスの車両を定期観光バスに使用する例もあった。日帰りのバスツアーと似て、非なる要素が多いので、対比すると以下のようになる。地獄巡り定期観光バス近年は、 旅行形態の多様化で旅行者の定期、観光バス離れが目立ち、各社とも対策に頭を痛めている。中には不審による、再三割れのために、定期観光バス事業を上と撤退する事業者も現れている。季節運行を含め運行されているものを例示する。地域、観光スポットは、大まかなもの。路線バスの一種である観光周遊バスは除外する。 全国版時刻表で円、または正方形で囲まれた U マークのコース周遊指定地に1カ所以上、特定周遊指定地は1カ所訪問が、条件横浜市会議員、伊藤博隆公式サイト、伊藤博隆の1分でわかる姿勢レポート2008年10月号、元京都市会議員、村山昌英公式サイト、平成16年3月10日、 京都市会公営企業予算特別委員会委員会室に私鉄が5、6月にオープンバス富山市内を周遊。北日本新聞。http コロンスラッシュスラッシュ webun.jp スラッシュアイテムスラッシュ75599342019年5月24日閲覧。スカイバス神戸公式サイト新規バス。2018年5月22日閲覧。 神戸観光で人気屋根なしに一回立ってバスが、運行終了へ、新規バス。神戸新聞。h t t p s w w w k o b e n p c o j p n e w s k e i z a i 2 0 2 0 0 6 0 0 1 3 4 1 9 1 5 3 s h t m l 2 0 2 0年6月19日閲覧 両備えバス、岡山電気軌道、下椎電鉄、中鉄バスなど、共同出資した会社で、募集などを同社が行い、運行自体は各バス事業者に委託していた。定期観光バス、横浜米サイドラインの運行を終了しました。横浜市交通教区、2016年9月30日閲覧、2004年9月末をもって全コース廃止。 その後2006年10月より土、日宿日のみの運行として、熊本市内の1コースが復活したものの2009年1月末日をもって再び廃止。2010年10月からは、九州参考バスの子会社である参考バスに移行こう、並びに運行車両の小型か、バスガイドを置かないなど以前に比べ運行形態は、 異なるが事実上の復活となるも2014年3月末日をもって廃止。ありがとうございます。